私は松岡でございます。半年前に日本をジュネーブに向かって立ちます 2,3 日前にラジオを通じて皆様とお話をしたのです。その時の私の考えおよび決心はあらかた申し上げたのでありますが、今晩半歳ぶりに先日ちょっと横浜上陸の際ご挨拶申し上げました以来、初めてここに皆様に再びラジオを通じてお目にかかるのです。昨年皆様の熱烈なお見送りのうちに我が故国を立ちます時の決心と考えをごくかいつまんで再び申し上げますならば、一番大きな目的は何とかして日本精神を世界に徹底さすために一歩でも踏み出し得たらばということであります。これが私の終始一貫一番大きな目的としておったところであります。そして満蒙問題につきましては、我が国の満蒙政策遂行上、実質的に故障を起こさん限りは大概のことは我慢するという考えであります。そしてできることならば連盟に踏みとどまりまして、過去13年間世界も認めておる通り、我が国が最も連盟に忠誠なる国の一つであった、この歴史を継続して、よってもってなお世界の平和のために尽くすようにしたい、こういう考えであります。しかしもしやむなく連盟を脱退しなければならんということになったならば、どうする。その場合には最後まで最善を尽くしまして、我が国民の本当の精神、すなわち日本精神、世界の平和を懸念する精神をできるだけ徹底せしめ、この点について誤解を抱かしめない、しかも日本人らしく、私のよく申しまする桜の花の散り際ということだけは忘れない、あの姿の通り散りたいという私は考えを持っておったので。それからもう一つ一貫して持っておった考えは、たとえ外交がまずくても、またやむなく脱退することになりました、またいかなる衝突がそこに起こりました、嘘つきにだけはなるまい、こういうことです。決して我が国が嘘をついたわけではありませんが、いかんなが一昨年以来、ややもすれば欧米人から職業をする嘘をつくというように思われるようなことになってきておるので、私はいつも若い時から満蒙問題は日本の重大問題ではあるけれど、しかしそれよりもさらに重大なることは我が国の国際審議の問題である。我が国が国際化に真を失したならば、これは一番重大なことである。真を断じて失してはならんというのが私の主張であります。そしていかなる難境に処しても嘘つけるだけはならん、固く決心をしてまいったので、日本人をありのまま丸裸にして突き出そう、こういう考えです。駆け引きはしないという考えです。でこういうざっと考えを持ってまいったのでありますが、
成績はどうなる。これは私が今晩皆様に改めて申し上げなくても、すでに我が国の特派員諸君がほとんど昼夜を分かたず熱心に細かくジュネーブのありさまを報道してくださったために、国民諸君にはよく分かっておいでになることと思いますから、大体の経過は今晩は略します。が、この成績ということについて少し述べますならば、少なくとも私は一つの点においては完全に失敗して帰ったのであります。それは先ほど申し上げました考えなり決心のうちで一つ、すなわち何とかしてできることならば、一面我が国の立場を明らかに主張を通しておきながら、多面連盟に残っておりたい、そういうようにしたいということはご承知の通り失敗したのです。この点につきましては私の微力、誠に国民諸君に申し訳がないと考えておるので、がしかし私は半年前にご挨拶いたしました中で申しましたと、ただ一本道しか残っておらん、その一本道を前にしかも進むことしか残っておらんと申しましたが、これだけはどうやらこうやらやったつもりであります。